はい、ありがとうございます、はい、先ほどまでは今高橋さんがされてらっしゃる架け橋っていう事業の説明をしていただきました。最後にっていうところでお聞きしたい部分が3つありまして、はい、高橋さんがパレスチナとかブルガリアとか、うん、いろんな国行かれたと思うんですけど、行かれたからこそ分かる日本ってどういう風に見てるのかっていうのをお聞きしてみたいなと思ってるんですけど、うん、実際海外行ってみて日本っていうのどう見てますか？日本がどう見えるっていう切り口はちょっと違うかもしれないんですけど、うんうんうん、海外に出てみたことですごく思ったのは、うん、日本というものをすごく客観的に見るようになったというか、はい、それまで自分はズブズブの日本社会にいて、うん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 、そこから出た時にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて違うっていうことが分かったんですよ、はい、海外の常識と日本の常識は違うと、うん、でその時に日本を見てみると、うん、日本の中にいると日本がスタンダードです、うんうん、日本の常識が世界で通用しますみたいに思われてる節があるなって思って、うんうんうん、すごい日常で感じるんですよ、ね、はい、でも島国だからなみたいなのをギャップは感じます、うんうんうん、なるほど。海外に行ったからこそ日本でずっと生活してたら当たり前になるようなことも、海外に行ってみたらそれって全然当たり前じゃなかったり、そうなんですよ、新卒就職だったりとかもそうなんですけど、うん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 、当たり前じゃないんだみたいなのを海外でびっくりしました、はい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 、あ、そういうことですね、まあ、確かにそう捉えられるとまた自分の中の選択肢って広がりますよね、うん、日本の中で入ってるだけだと新卒でそのままいい会社行って行かなきゃいけないのかなってプレッシャーに感じる、うん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 、むしろ今の方がプレッシャーに感じてますか？確かに違うプレッシャーがありますね。新しい事業をやるって難しいですよね。自分の中での責任もありますし、リスクも負ってそういったところもありますからね。貧乏になっても一人っていう気楽さはあるんですけど、はい、今やりたいことができるっていうのは自分の中の良さですよね、はい、それにおけるプレッシャーって絶対ありますよね。わかります、それは。ありがとうございます、はい、もう一つ聞きしたいなと思ってるのが、はい、今されていることを国際協力の枠組みにはめたとしてどういうふうに国際協力って考えられてるのかなみたいなところを聞きしたいんですけど、そうなんですよね。どうなんですかね、国際協力っていう枠であんまり考えたことがなくって、うんうんうん、自分がやってることに対して、はい、もっと大きな建設するとか、うんうん、医療団を派遣するとかそういうイメージがやっぱりあるのかなと思うんですけど、ただ、はい、国際協力で一般的に作られるイメージって、うんうん、相手先が大変だとかかわいそうとか、うんうん、支援が必要みたいな風に思われてしまうんじゃないかなと思って、国際協力って言葉を使った時に、はい、そうじゃないやり方がいいなと私は思う派なんですよね、うんうん、だからこそリスペクトだったりとか、うんうん、人同士の文化の関係だったりっていうのを大事にしたいなって、うんうん、なるほど、そういうことですね。ちょっと変なことは言うと上下関係があるわけではなくて、 そこは対等の立場でビジネスパートナーであり、文化を交流できる人たちであり、リスペクトできる関係であり、そういった形の関係性の構築とそことのつながりっていうのが高橋さんにとっての国際協力っていう紐付けなんですかね。そうですね、やっぱり協力なんで元々はね、うんうんうん、一緒にやるっていうことじゃないですか、はい、上下はないはずなんで。そうなんですよね、国際協力って他の人たちから見るとすごい大きいこと、うん、学校を作るとかね作るぞみたいな、まあ、そういうのがすごく先行して出ちゃってる部分はあるんですけど、実はそこを突き詰めていくと人と人とのつながりの大事さとかそういったところに寄っていくって感じなんですかね。そう思いますね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ本当に最後になってしまうんですけれども、はい、まあ、今高橋さんとかがされてることって結構勇気がいることだったり決断がいるようなことだと思うんですけど、今後国際協力に入ろうと思ってるところであったりだとか、自分で何かをしようと海外の人たちとっていう風に考えてる人たちにアドバイスするとしたら何なんですかね。アドバイスも何も成功例じゃないあれなんですけど、まだ今始まったところなんでね、はい、ただ人から言われたりするのは、うんうん、続けてるうちは失敗じゃないから、うんうん、とにかく続けなさいっていうのを、成功するまで続けなさいって言われてて、私もそうしようと思ってますし、あれこれ考えてもしょうがないところはあって、うん、特に若いうちは、うん、とりあえずやるしかないと思うんですよ、やりたかったら、うん、私が実際的なことを言うとしたら、いろんな人に会ってみる。国際協力とか NGO、NPO の方でもいいですし、自分がいいな、ちょっと気になるなって思ってる憧れの人でもいいですし、ジャーナリストの方でもいいんですけど、うん、会いに行ってみたりとか、うん、コンタクト取ってみて話聞いてみるとすごい刺激になるし、アイディアが湧いたりとか、うん、一緒にできたりもしたりするので、うん、とにかくいろんな人に顔見せに行くのすごい大事だと思います。いや、これめちゃくちゃいいアドバイスですね。本当におっしゃる通りで、継続性っていうのはすごく大事で、何事もそうなんですけど、ちょっとやっただけだと絶対成果が出ないんで、長い目で見てそこをずっと続けられると、それは失敗じゃなくて成功につながっていくよっていうことだったり、僕がすごく高橋さんに対してリスペクトしているところが行動力なんですよね。一回もお会いしたことないとか面識もない人たちに対してすごくアプローチされてますよね。めっちゃすごいやつみたいな。それすごいなって思ってて、僕たちもすごくそれを大事にしてたりもするんですけど、そこは考え方の違いかなと思ってて、アクションを起こさなかったらそういう人ともずっと知り合えないじゃないですか。そうなんですよ、もったいないな、もったいないですよね。でアクションを起こしてそれでダメだったらそれでいいと、ただそこでつながれることも
もあるということですよね。そうですね。ちなみにどれぐらいの確率で知り合いました？優しい人が多いので、はいはい、この界隈というか周りに、はい、そんなに門前払いみたいなことは、うん、ないですよ。まあオンラインの時代ですしね、はい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 、まずオンラインでお会いしてご挨拶だけしてまたいつか対面でみたいなこともありますし、はい、いやもう営業力相当あります、ね、いやないですすごい大事だと思います。やらないで後悔するよりやって後悔する方が、うん、例えばメール送ったら、あ、次こういうメール出してみようみたいな ね、 そうですね、成長もありますよね。出して損は多分ないしそうですね、まあ、そこは独立される方にはもう必見ですよね。あ、そうなんですか、ね多分そうだと思います。ずっと考えるよりもまず行動する人ですよね。あえて考えないようにするってことはあります。一番初めの時とか、うんうんうん、企業届を出す時とかは、うん、考えないで一旦押そうって思います。なるほど。今後もこちら側も応援してます。ありがとうございますむしろ応援できる立場じゃないんですけど、すいませんありがとうございます、はい、本日はじゃあ今自分で事業されていてパレスチナでフェアトレードの製品を作られている高橋さんに本日はお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。